どうします？どうする？ラスト、もう一回ラスト、あのサンタをサンタ3人にするんで、サンタ3人にする。これはいい。事実は小説よりきなり。サンタって。ふい。さあ、逃げるな。いやいや逃げない何これねえ、こっちが、はい、質問です、質問です、はい、いや減らされちゃ大変だと思って、サンタさんがサンタさんに渡した場合、サンタさんは上書きされますか？これは確か、これお兄貴どうだったっけ、なんかサンタは多分サンタさん減りそう、そうね、そうサンタがシェリフとかになるよね多分ね、そうね、気をつけてください、サンタさんは。じゃあなるほど、減らないように。じゃあどうして、これっすよ、今サンタさんって、いいサンタの方ですか？はい、いいサンタは3人います。いいサンタは1人、了解了解了解、了解了解、相手がサンタかどうかもちょっと確認しながら、探り合いでね、あなたはサンタさんですかって、釣りスポットで配ります。イエーイ、やばい、やばい、波動砲一発も打たずに終わっちまったからな、さっき。死にすぎちゃう。桟橋の人たちは自分で倒れました。だから多分全員死んだ。多分あ桟橋死んでたんだ。倒れてないんじゃない？通信室にいますが無事です。7個目やトータスで、まあ7個トータスは最後まで見やすい、うん、最後までひっついてる。あでもあの俺が下に行った瞬間にレポートだからさすがに無理です。まあそうだね、うん、多分難しいと思う、うん、何が起きたのこれ分かんない。え本当に4人同時に倒れたで、なんだろう、うん、え同時同時4人、うん、同時同時同時倒れましたよ。だったらインポスターの自爆魔が自爆したとか、あーあーあー、4人のうちの誰かが自爆魔や入れ込んでた。えでも俺相当近かったけどね。まあ死んでない、範囲の設定があるから生きてる人もいてる。俺は生きてますけど。生きてるよね。自爆魔の場合ってさ、インポスターも死んでるの？死んでる、死んでる、はい、死ぬ。あとちなみにもし設定上の問題でサンタがサンタに渡して死んじゃったとかがあったら、今霊界から生き返って教えてもらえると嬉しい。アルマネー、あごめんなさい、まあ、大丈夫かな、うん、オッケーです。アルマネー割り込んできたんだよね。割り込んできた、うん、じゃあ、ね、お前じゃおめえもだろう。いやいや俺は割り込んでないですよ。マナーの悪いやつらばっかりや。すごかった、めちゃくちゃマナー悪かった。いや俺は生理的にマナー悪かった。マナー悪かった。いやマジで見たら取られてたから今手に持ってたプレゼント。先ほどさん誰に渡したんですか？名や、ね、おまおじに渡しました。おおもらったんですけど、先ほどさん、うん、自宅警備員だったんでもう一回ください。いやでもそういう適性だったんで。適性さん、自宅警備員宿舎から動くちょっともらったんですけど、自宅警備員なんでもう無能さんだとか無能よ。もうあのだはい、サンタさん、サンタさん、どこまで見るんだ？これまた集まってんのか、桟橋とか。
うおおびくしょー、何してんの、サンタさん、何してんの、サンタさん、あ、ゲンさんに鬼木がサンタプレゼントしようとして、ゲンさん爆死しました。爆死したな、ゲンさん。ゲンさん、姉さんはヒモやったと。ネロちゃんもおまおじがキューピッドの可能性出てくるけど、ない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 、なんで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 、いやだってもう桟橋、桟橋でさ問答があった時にいた。でもおじはあれなんじゃん、プレゼントを奪い取った人やから、キューピッドやったらあれなんじゃないの。いや割り込んできたアルマくんじゃないか、多分キューピッドって。いやだから自爆魔だって。ああそっか。ね、おじ、さんがブラックサンタパターンはないんですか。おにぎがブラックサンタで、いや現在の副所長さんからもらって、もう堂々と私はもらいに行ったんですけど、いや竹尾さんから僕はもらってます。だからおまおじももらってるって言ってたよ、はい、もらってるもらってる。俺は自宅警備員やね。まああげてんの俺なんだけどね。お、え、え、え、それは嘘やわ、それはやってるわ。2人以上いるんじゃないのサンタって。いるいる、僕が、僕はサンタだったんで、元サンタです。しかも名屋さんこれ竹名でラバーズじゃないですか。うん、メイヤさんの方がキルされてて、タケオさんが私の目の前で爆死してるケースはない。いや、それはない。2回死んでるから、タケオさんの2死体が上がってるから。メイネロオマで、うん、あの桟橋にいたのよ。そう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 、いたいたいた。俺見てる、あの手あれで望遠鏡で。うん。でメイヤさん弾けてる。弾けてる。まあ桟橋にゲンさんいなかったよね。波動砲かな単純に。波動砲は音鳴ってない。じゃじゃゲンさんが波動砲使ったとか。みんなどこ行っちゃったんだ。何の音今の。あった。ハルさんメロちゃん見ました。見てない。見てないっすか。じゃあ左行ったの。止まらん。これ大丈夫なのか。怖い怖い。原子炉、原子炉、原子炉。音質上通ってたよ。原子炉はじさんいるんですよ。俺いる。原子炉はいない。え、でもなんかそれの目的に左から右じゃない？ね、工藤君も近くにいる。はい、俺は見えないから。七尾さんも無理。工藤は絶対違う。七尾は無理よ。工藤絶対違う。で、原子炉から出てる。え？俺が見た時はあれやったで、あの音質の上から左から右に行ってたで。あれ引っ込むんかな。俺さっき言った時左から右か、いや右から左やと思うで。俺が見た時は左から右やったんやけど、打った後戻ってくる演出があったような気がするから。そう、どっちかわからん。残りは俺はもう原子炉から出てるし、もういいひんけど、工藤くんが直近で出ていってるし。クドじゃない。クドは登ってった。あ、まあ、七尾も違う。ネロちゃん。ネロちゃん。いいよ。まあなんかおもおじさん結構痛そうなんで、ネロちゃんとおもおじさんで対決そこ試合してもらえますか。いや、ブレイキングダウン。ブレイキングダウン始まった。ね、はい、じゃあ聞こうお願いします。絶対に勝てる要素1個あります。何？一個下です僕の方が。年齢？一個下。うん。俺の方が1個上です年齢。先輩、一個先輩の言うことを聞け。おっ、パワハラだ。パワハラ。パワハラ。パワハラした。年齢やったら俺が一番上から、俺投票権あんねんけどな。あー、ハイブリさん、どっち。ハイブリさん、どっち。じゃあ、おまおじで。じゃあ、おじで。あまー、これ。ね。
まあ年齢がって言ったもんな。年齢がって言ったから。うわもうこれはしょうがない。これは年長者の言うこと聞かなあかん。これは。じじいこらって言ってたね。あいつ悪いって。あいつ悪いな。じじいこらってな。もうしかしジジイコラってな。全然関係ないところ天秤と裁量が決まっちゃった。俺じゃないですよ。だから俺も証明できますよ。だから誰かと一緒にいればね。うん、どうかな。いい。ベロちゃん、はい、ベロちゃん幅どうな、はい、違いますよ、違いますよ、マジで。もちろん、うん、え、ベロちゃんじゃないの、ね、ベロルメイト、唯一サンタから役職もらえなかったクルメイトだよ。ナナコは？え、俺もこれはあの。ナナコさんは？俺はサンタです。じゃあください。はい。いいよ。おお。何何何。ああ。どういうこと？とんでもない。やばい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 。奈良子さん、奈良子さんがハードフォーです。奈良子さんがハードフォー、奈良子さんがハードフォーです。奈良子さんがハードフォーなのは間違いないんよ。え、ただ奈良子さんの背中から撃ったやつ向いてるんや。2発カフェテリアスプラッシュゾーンの間から2発出てる。え、2発、え、どういうこと。ハードフォーありましたよね、今奈良子さんが動きやんのをいいことに。え、撃ち合ってたってこと。いや、もうね、撃ったのを見た後背中から撃ってる。ほんま仮面ライダーの変身中に背中から撃つやつみたいな卑怯なやつがおったんやろ。違う違う、誰だ、違う、誰誰それ。機動力のさやろ、機動力のさ。工藤さんです。工藤さん、工藤さん、え、ちょっとさ、俺って言うの。いや、俺は誰が撃ってるか知らないですよ。俺はサンタクロースの足元に倒れてる緑を通報しただけです。俺下から行って、うーん、あ、トータスさん陣外なんだ。あ、左側にはいたからな、確かに。じゃあトータスさんだと思います。俺は撃ってる人物見てないんで。俺はトータスに白出せるから工藤くんよ。あ、じゃあ工藤さん。え、工藤さん、そんな卑怯なことしたんすか。え、違う、これどういう状況これ。え、波動ホージャッカルってサイドキック作れないっすよね、これ。いや、作れないっすね。え、じゃあインポスター、ネロちゃんはどう思うんですか。黙秘します。黙秘。え、ラバーズいないよな、これ。ラバーズいないです。いないんじゃないですか。トータス 100% 俺ですか。目当たりだったね。工藤さんにしか見えなかったよ、うん、工藤さん。あとインポスターが残ってるね。まあ、はい、ハイブリさん。あ、じゃあ東ハイは絶対人外なんですけど。ハイブリさんです。え、あ、よかったよかった。え、どういうこと。え、ネロクロでインポスター残ってたん。え、え、わか、え、え、東ハイ VS ネロクロです。オラフ君して、うん、は、もうさ、ハイブリさんがサンタさんでした。あの、悪いサンタでした。え、どっち、ハイブリさん入れるか、とりあえず。どこまで本気なの、トータさんは。わかる。そう、どこ。いやー、最後僕のご主人を殺したんですよ。誰が？あ、え？ちょっとトータスは何なの？ブラック、僕ですか？うん。ブラックサンタですか？僕、まあ見てもらったら分かる通りです。見てますじゃん。あ、あれ？お、助けて！あ、なんか通報できる。はい。ネロちゃんバーサス俺です。オラフ君が。うわ、もう何が何だかよくわかんないです。え、もうわからん。どうしよう。え、待って。まあでもさっきのはハイブリさんがナナさんの後ろから撃ってたんだけど。さっきのは、いや、クドくん。俺はクドくんやで。いや、まあそうですけど、トータさんがどこまで本気かわかんなくて、俺も一緒にふざけてたつもりなんだけど、本当に。工藤さん連れちゃったっていう。トータスはしろ。トータスさんが多分ブラックサンタで、ハイブリさんが、はい、あのインポスターの波動砲です。そうなの。で、俺は乗りに乗ってたら、はい、工藤さんが連れちゃったんで、はい、俺が悪いです。いや、オラフ君逆だよ。だって、え、オラフ君は昨日どっち入れた。俺に入れた。
いや、工藤さんに入れましたよ。じゃあほら、ネロちゃんは工藤さん、ネロちゃんと到達さん、ハイベさんラインでしょ。そうだから合ってる。だからネロちゃんだと思いますよ。え、じゃないんですか。合ってるよ。3人だったよ ね、昨日の日も。はい、はい、ハイブリさんに入れたのがネロクドかな。ネロクドでしょ。うん。え、もうだったら終わってないのおかしくないですか。オラクメ本当の天秤だこれ。だトータスが切られたからそうトータスが切られたから。え、だっていや、ネロクドハイブリさん白だ。え、あ、やべえ、俺本当にやった、本当ごめんなさい、俺が悪いわこれは。あのトータさんのノリだと思ってて本当すいません。ハイブリさんです、もうハイブリさんですとしか言えないぞ。オラさん、いやもうね、大丈夫あ、わーま ブチャにしてやった。ブラックサンタか。ブラックサンタか。ハイブリさん後ろ取られた。トータスさんのふざけだと思ってた。俺ご主人が後頭部吹き飛ばされてんのを見てもう味方するしかないと思ってしまって。はい。皆さん、あのこの後二次会もねある方いらっしゃると思いますので改めて皆さんこれでお疲れ様です。おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。本日ね。クリスマス特別企画せいやの高田村ということで新役職サンタとブラックサンタ入れたものでやらせていただきました。おにき、あのこの枠ね、あの村立つのとありがとうございます。はい、何の後半も何の事故もなく助かりました。あ、一応奈良子さんの概要欄にも今回の作成ご尽力くださったスーパーニューロールズさんの皆さんのファンボックスとかもね URL 貼ってますんで、ぜひ今後ねあのまた新しい役職相談して生まれることあると思いますし、今後水曜が高田村スペシャル配信デーになりますんで、またこういう感じでみんなと近本とか新役職できたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。